はいはい、おはよう。はい、おはよう。はい、これから外に出すところですが、こんなことをまた始めました。また始めましたっていうかね、LINE スタンプ、もう今時なのに LINE スタンプとおっしゃる方もいるかと思いますが、ある程度の年齢の人にはやっぱりまだ今必要だっていう、見解がなされました。これはうちの夫婦の間ですが、でですね、40個作らなきゃいけないのにもかかわらず書いたのはまだ4枚だったんですよ。で思っていたのが、あれ8枚から OK ですよっていうことを、聞きました。何々と思って、今朝ですねちょっと見に行ったら8枚16枚24枚、32枚40枚のうちから選ぶって書いてあったんですよね。だったらできると思いました。なぜならですね、40書くのに1ヶ月近くかかっちゃうなとかって思っていたんですが、例えば16枚、8枚はさすがに、8枚でお値段つけてどなたか買ってくださいはちょっと失礼かなと思うので、ちょっといろんな事情を鑑みると16枚ぐらいでなんとかならないかなと。それもですね、今生放送を、やっていてですね、だいぶ長い間その生放送に付き合っていただいている、まあ、ネット上のお友達ですね、まあ、直に、だんだん会ったりする人も出てきているんですが、そういう方々にインターネット上でちょっとお伺いを立てて、16枚でなんとか大丈夫でしょうかっていうのが、OK が出たらそれもちょっとやり始めてみようかなと思います。そんなことを考えながら、さあ皆さん外へ出ますか。出ますか。うん、はい。じゃあちょっと出しながらジャンポンをなでなでしましょう。はい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 アンズちゃんがこの杉の木のですね爪とぎを使ってくれるようになって、これは、初めてです。過去これを爪とぎと思った人がいませんでした。アンズちゃん偉いね。アンズ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 ふさあ、じゃあこの人たちとも一緒に遊びましょうよ。ちょっと暗いね、明るくしよう。いっぺんにみんな撫でなきゃいけないからさ、手がいっぱいあるといいね。うん、今迎えに行ったみたい。で、アンズちゃんはあの杉の爪とぎをちゃんと使うよ。ポンちゃん、ポンちゃん、ポンちゃん鼻中止よ。いや、
うん、ちゃん。ちょっと迷惑そうだったね。はい、ジャン君。しおんくんはね、足を噛むのをやめなさいね。行った先で嫌われちゃうからね。なんか知らないけど、こう太いところをカプって噛むんだよね。爪ね。そろそろまた爪を、これはそこってないか。爪切りましょう。この後ろ足は丸まってはいるんだけどね、尖ってはいないんだけど、まあ、力が強いから。あら、こっちで面白いことをしてる人がいるよ。切りましたよ。そして右手のここだけ残ってるんですけど、いいですか。あ、さっきまで切らしてくれてたんですよ。本当ですよ。ほら見てください。これもね、切ったんですよ。そしてここだけ切れてないんですよ。これこれこれ、それで本当の里親さんのとこに行った後も一回はちょっとね歯向かうと思うんですが、抱っこがこんな風に好きになったっていうことは、あぐらの上で寝るような子になるでしょう、きっとね。でこのように爪が切れるようになっています。ただ親指がね結構多くなので、あ、切れた。
初フリー爪切り終了、よくやりました。あ、痛い痛い痛い。ただ膝を噛む癖をやめましょう。なんか喜びの膝噛みっていう感じね。はい、よくできました。